アメリカが異例の24時間監視中の韓国 F-35A ステルス戦闘機が話題に上がっているね。アメリカは現在、この韓国へ引き渡された F-35A ステルス戦闘機に関して極秘にテストを行っているようだな。この厳重な措置は、情報漏洩やスパイ行為などの疑惑が絶えないためだぜ。今回はそんな韓国に引き渡された F-35A ステルス戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカ軍の空軍、海軍、海兵隊で運用されているロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2派。日本の航空自衛隊においても現在の F-15J イーグルに代わるこの先の主力戦闘機として調達が進められている。対空対地対艦攻撃など他用途に対応可能な単発単座のマルチロール機だね。開発段階から多用途に使える第5世代ジェット戦闘機として開発され、開発計画では統合打撃戦闘機ジョイントストライクファイターとの名称が付けられていて、その略称である JSF と呼ばれることも多いよ。JSF という略称の通りに運用目的に合わせたほぼ同一の機体構造を用いた派生型があって、基本型の A 型は通常離着陸機コンベンショナルテイクオフ&ランディング CTOL、CTOL である。F-35A と垂直短距離離陸垂直着陸機ショートタケオフバーティカルランディング STOVL、ストーブルの F-35B、それと航空母艦で運用する艦上機 CV 型の F-35C という3つの派生型が製造されており、アメリカ軍では空軍に F-35A、海軍に F-35C、海兵隊には F-35B と F-35C を配備しているぜ。日本の航空自衛隊では F-35A を105機と F-35B を42機調達する計画で、すべての調達が完了すると西側諸国ではアメリカに次いで2番目の保有機数となり、2023年3月時点では F-35A が33機導入されて運用が始まっているほか、F-35B は2024年度末までに6機が調達されて宮崎県のニュータバル基地に配備される予定だな。防衛省では海上自衛隊のヘリコプター護衛艦であった出雲型護衛艦の出雲と加賀を改修して軽空母として運用することとして、2023年から両艦の空母化改修を開始しており、改修が完了すれば垂直短距離地着陸型 STOVL 機である航空自衛隊の F-35B を艦載機として、それぞれ10隻を搭載して運用すると見られているね。一方隣の韓国でも F-35A を導入する計画が進められており、当初60機を調達する計画であったもののひとまず40機に縮小され、2022年までに40機の需要を完了して独自にフリーダムナイトという愛称をつけて運用していたんだけど、2022年1月にバードストライクによって1機を胴体着陸させたために修理不可能な状態に陥っているために、現状では実質39機を保有している状況なんだ。縮小された20機の調達については最初2023年以降の予算で調達するとされており、2020年8月には A 型及び B 型をそれぞれ20機追加調達することを決定したとする韓国メディアの報道なども出たものの、現在もまだ検討段階であるとされているんだけど、日本の航空自衛隊に B 型が配備されることに対抗して残り20機については B 型を調達するのではないかとの憶測が出ているみたい。アメリカの外交関係専門誌によると、韓国軍は海軍が運用しているドクト給揚陸艦 LPH の後継として、3万トンクラスの大型輸送艦 LPH2 を2020年代の後半までに建造するとしているが、それが STOVL 機の運用能力を持つ軽空母になるのではないかとの見方が濃厚とされ、韓国単独で STOVL 機の開発は難しいことから F-35B を導入するのではとの憶測の根拠となっているな。この3万トンクラスの大型輸送艦が軽空母として建造されるとの話は、2019年7月に韓国軍の幹部会議においてすでに決定されたとも伝えられていて、韓国の研究機関では F-35B 調達に向けた先行調査を行っているなどとの情報も伝えられていたぜ。新型艦はひとまずはヘリコプター揚陸艦 LPH に分類されているが、韓国メディアの朝鮮日報によると、
韓国海軍がこれまで保有してきた既存の LPH と比較すると約 1.5 倍の規模となるんだ。現時点で韓国の LPH として運用されているドクト級揚陸艦の1番艦ドクトウと、2番艦ウマラ島の満載排水量は1万8800トン基準排水量1万4300トンであり、ウマラ島は基準排水量1万4500トン、満載排水量1万9300トン。日本の出雲型護衛艦が保有する出雲型護衛艦の満載排水量が2万6000トンであることから、それらと比較しても一回り大きな艦隊となることが予想されるね。そして韓国海軍の発表によれば、この建造予定の軽空母では16機の STOVL 機が搭載され、3000人の兵士、20台の上陸用装甲車を輸送する能力を備えるというぜ。ただし、この新型軽空母建造の話が持ち上がった2019年頃は、当時のムンジェイン大統領による過激な反日政策によって日韓関係が最悪の状況に落ち込んでいた時であり、2018年12月には日本海上で北朝鮮の遭難船を救助していたという韓国海軍のミサイル駆逐艦クアンゲトデワンが、その上空を紹介していた海上自衛隊第4航空軍に所属する P-1 哨戒機に対して、火器管制レーダーを照射するという事件があったな。水上艦艇が上空の航空機に対して火器管制レーダーを照射するということは、威嚇の段階を大きく超えて攻撃を加える意思があることを示すことから、日本と直接の同盟関係ではないもののアメリカを通して友好関係にあるはずだった韓国側の反日意識が、尋常ではないことが証明されたとして大問題となっているぞ。そのような状況下において日本の海上自衛隊の出雲型護衛艦が軽空母として回収され、F-35B を艦載機として運用する計画が韓国にもたらされたため、日本を仮想敵国と同様に見ていたと思われる韓国がそれに対抗しようと、日本と違って領海が狭く空母が必要ないにもかかわらず軽空母建造計画と F-35B の導入を考えたとしても何ら不思議なことではないよね。しかしながら韓国は、F-35B を導入しようにもすでに導入している A 型についてもその運用の上で大きな問題を抱えているんだ。F-35 の整備修理や機体のステルス塗装などのメンテナンスはアメリカ軍にとって長期密極秘事項であることから、アメリカ側が指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないよ。その MRO&U は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の愛知県の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場の3カ所しか設置されていないんだ。つまり韓国空軍の F-35A の整備修理は、韓国に最も近いのは愛知県小牧市にある三菱重工業小牧南工場に設けられた MRO&U で行われることになるのだが、ムンジェイン前大統領の露骨な反日政策によってそれまで両国政府による話し合いで解決済みであった徴用工問題が蒸し返され、さらに韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係の悪化を招き三菱重工業を敵視していたこともあり、日本側では韓国空軍 F-35 の整備受け入れは可能としていたにもかかわらず、韓国政府は空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否したぜ。そのため戦術したバードストライクによって胴体着陸を実施して損傷した F-35A を機械日本で修理することができず、同じく整備拠点のあるオーストラリアのウィリアムズタウンまで運ぶかアメリカ本国のフォートワースまで運ばなければならず、輸送にかかる費用及び復帰するまでに相当の期間を要することになるといった問題があり、A 型よりもさらに複雑な機構を持つ F-35B の導入は困難と見られているな。しかし2024年になって、アメリカ国防総省のマット・ウィンター海軍中将が、世界的に MRO&U 機能を展開させて F-35 の稼働率を高めるとして、25年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することを明らかにしたほか、F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域では日本とオーストラリアに加えて、
韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたぞ。このことによって韓国でも F-35 の整備修理が可能になり F-35B の導入が現実的なものとなったんだけど、韓国では現在、第 4.5 世代の国産ジェット戦闘機 KF-21 ポラメの開発が進められていて、インドネシアとの共同開発でありながらインドシア側が支払う予定の開発費が滞り、韓国の防衛予算に大きな負担となっているとされ、国内から使い道のない軽空母建造や高額な F-35B に軍事予算を注ぎ込むべきではないとして反対する声が上り始めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年4月14日付の読売新聞オンラインの読売新聞北京特派員の記事において、中国空軍の第5世代ステルス戦闘機ホロ 20J20 の開発製造元の中国国有企業中国航空工業集団の幹部による記者会見で、中国空軍が東シナ海及び南シナ海での飛行訓練を実施していることを明らかにしたと伝えているよ。中国航空工業集団の幹部によると、J20 は国産エンジンの開発に成功したことにより量産が進められていて、実戦部隊への配備が進んだ結果として、東シナ海及び南シナ海での訓練が半ば状態化しているとして、東シナ海においては実戦での戦闘を視野に入れた巡航訓練などが実施されているらしい。今回は中国の第5世代ステルス戦闘機 J20 の量産と配備が進んでいる件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国メディアによれば、以前より中国軍ではこの先の台湾有事を想定して、管轄である東部戦区の核飛行部隊に J20 の配備を2019年から進めているとされていたけど、今回の記者会見の内容が事実であれば、南シナ海を管轄とする南部戦区へも J20 の配属が進んでいることになるね。2022年3月19日に中国メディア海峡会頭が、3月14日に開催されたアメリカ空軍協会のミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションでの、アメリカ太平洋空軍司令官ケネス・ウィルスバッハ大将の発言として、東シナ海で J20 とアメリカ軍の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2が東シナ海で遭遇したと語ったと報じているよ。それによると、ウィルズバック司令官は F-35 在日アメリカ軍の海兵隊の F-35B か空軍の F-35A か、あるいは空母搭載の F-35C か、タイプなど詳細は不明が東シナ海で J20 に遭遇したことを認め、中国空軍の早期警戒艦機空 K500 KJ500 との連携による飛行訓練を実施してようだとして、指揮と統制が取れているようで感銘を受けたと語ったというんだ。そして、ウィルズバック司令官はさらに J20 がどのような意図で開発が進められているのか、F-35 のような大気対艦攻撃などの任務をこなすマルチロールとなるのか、あるいは F-22 ラプターのように制空戦闘機となるのかは現時点ではわからないと語ったとされており、J20 の性能などについての言及はなかったと見られているな。ただ、このミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションについて報道している世界のメディアはほとんどなく、ウィルズバック司令官が J20 に感銘を受けたと語ったことを伝えているのは海峡回答のみだぜ。唯一、台湾通信がこのオンラインディスカッションのものと思われる記事を発しているが、ウィルズバック司令官の段として掲載されているのはウクライナ情勢に絡んだ発言で、太平洋上で中国軍とロシア軍による爆撃機、指揮統制機、タンカーが参加する統合爆撃機パトロールが数回行われたが、大規模なものではなかったと指摘したことのみであるため、J20 に言及したことについての信憑性は低いと見られているわけだ。J20 は中国航空工業集団公司が、中国空軍のために開発した双発ステルス制空戦闘機で、アジアでは最初に運用された第5世代ステルス戦闘機であるとされ、アメリカ軍とロッキード・マーティン社が世界に先駆けて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトホークの技術を参考にしたとの噂があるね。
F-117 は1983年10月からアメリカ空軍によって運用された世界で初めて実用化に成功したステルス機で、1999年にコソボ紛争の際に撃墜された機体の残骸が中国に渡ったことが明らかになっていることからそのような噂が広まっているんだけど、中国軍側ではこれを否定しアメリカ軍側も懐疑的な見方をしているよ。J-20 の初飛行は2011年1月で、2017年から運用が始まり、2021年末までに200機ほどが生産され実戦部隊に配備されていると見られているんだ。機体はかなり大型で、同じ第5世代であるアメリカの F-22 やロシアのスホイ57より一回り大きく、機体前方のカナード翼と後円に向かって緩い前進可動を持つデルタ翼に近い主翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼を採用しているな。この形式はユーロファイタータイフーンやラファールなど、ヨーロッパの戦闘機によく見られる形式であり、垂直尾翼などの傾斜は胴体側面の角度と等しくなっているぜ。このカナード翼と垂直尾翼はどちらも誘導式で、垂直尾翼は90度近くまで作動することからエアブレーキの機能があると見られているらしい。機体のステルス性能についての詳細は不明だけど、F-117 のステルス技術を参考にしたとの説にもとって F-117 のレーダー反射断面積値 RCS である 0.025 平方メートルと同程度とする見方があるよ。このレーダー反射断面積値小さければ小さいほどレーダーに映される姿が小さくなり、アメリカ軍機における RCS 値は、第4世代の F-15 イーグルが10平方メートル、第 4.5 世代とされる FA-18E スーパーホーネットでは1平方メートルとなり、第5世代の F-22 と F-35 では 0.005 平方メートルなんだ。また、J-20 のアビオニクスは最新のものが搭載されていて、アクティブ電子操作アレイエイサレーダーを搭載しており、約22200個の送受信モジュールを備え、その出力電力は 24kW に達するとされているね。また、送受信モジュールの数と出力電力の大きさは F-22 に搭載されている ANAPG-77 を上回っているために、J-20 が搭載している AESA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長く、より早期に相手を発見できる可能性があると推測されているな。加えて、J-20 には F-35 の ANAAQ-37EODAS によく似た分散開口システム DAS を採用しており、機体各部に複数のセンサーを備えていると見られていて、機種の下面には F-35 と同じように EOTS-EOTS-86 が備えられていて、対空目標の補足と照準が大きく強化されているとの指摘があるぜ。そして、J-20 に搭載されている2機のエンジンについては初飛行当初から様々な噂があるが、試作初号機ではロシア製のサプールン 117S ターボファンエンジンが搭載されていたと見られ、2号機には中国製エンジンの WS-10G が搭載されたと言われているらしい。J-20 には本来であれば専用エンジンとして開発が進められていた WS-15 が搭載されるはずであったが、試験で爆発事故などを起こしたためその開発が大きく遅れており、実用化された機体にはロシアのスホイ27フランカーに搭載されているサプールン AL-31FM2 が採用されていたよ。しかし、その後 J-10 や J-11 に搭載されていた WS-10 において、水力と信頼性が向上した WS-10C が開発されたことから、WS-15 に代わり暫定的に WS-10C が搭載されて量産を開始したと見られているぜ。なお、J-20 では第世代戦闘機としては世界で初めて複座型の機体が製作されているのが明らかになっているのだが、これはいわゆるロイヤルウィングマンと呼ばれるステルス無人航空機とのチーミング構想において、後席の乗員がそれら無人航空機器の統制を行うためと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機事故の原因が判明したけど、どうも意味不明な部分が散見され、またやらかしたのかと囁かれているね。F-35A 戦闘機機体の修理も日本ではなくオーストラリアに決定しているようだが、そこまで運搬量を重ねなくてもいいと思うがな。
今回は過去の韓国空軍の F-35A 戦闘機胴体着陸を振り返って、その原因について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年1月4日、訓練中に日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つだった、チュンチョンナムドの祖山基地に胴体着陸した F-35A ライトニング2の事故原因が、バードストライクであったとして韓国空軍が2ヶ月後の3月3日に公表したよ。韓国日刊新聞にあたる中央日報の記事によると、事故を起こした F-35A は空対地ミサイルの射撃訓練のためチョンジュ基地を離陸し、射撃場手前侵入直前の高度330メートル付近において機体左側のエアインテークに体重 10kg 程度のハゲワシが飛び込んできた。そのハゲワシは機内に空気を入れ込むエアインテークから吸い込まれ、ウェポンベイとの間の遮断壁を抜き破って機体内部に入り込み、ウェポンベイ内部にある着陸装置を作動させるための油圧系のパイプと電源ケーブルなどが多数破損したため、操縦後方システムの性能低下やランディングギアの作動不良を引き起こしたと記されているんだ。韓国空軍では調査結果からバードストライクの他に機体の欠陥やパイロットの操縦ミスなどはなかったと判断し、パイロットや整備士に対しては注意喚起と教育に努めて F-35 の飛行を再開したほか、F-35 の開発元のロッキード・マーティン社とウェポンベイに異物が飛び込んで損傷した場合でもランディングギアが正常作動する対策と、独立して補助的に作動するシステムの構築案を協議する予定であると報じたぜ。しかし、この中央日報の他にも同じ内容を報じた朝鮮日報やハンヨレ新聞の記事には、おかしな点が多く散見され、その信憑性に疑問があるという意見が日本のインターネット上で挙げられていたな。まず、中でも指摘が多かったのは、記事中のバードストライクが起きた際の衝撃の強さに関する記載で、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると、約30トンだったと空軍関係者が説明したと紹介している点だね。このことに対して F-35 戦闘機そのものが何かに衝突したら搭載燃料などの質量が衝撃に関係するが、この場合は 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突したと紹介すべきであるため意味不明だと指摘する声が最も多かったみたい。もしも 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突すればかなりの衝撃を受けることになり、機体を損傷することは十分に考えられるが、エアインテークの直後にはウェポンベイがあり、ランディングギアはさらに後方の外側にあるため直接衝撃を受けることは考えづらいってわけだ。事故機の着陸直後の写真がネット上で公開されていたが、主翼下のランディングギアは左右とも通常通り出ており、機首のギアのみが出ていない状況であったことから、バードストライクによる影響でランディングギアの作動不良を引き起こしたとの説明は非常に無理があり、単なる整備不良によって機首のランディングギアが故障したと考えるのが自然だろうな。また、朝鮮日報の記事では空軍への聞き取りから事故当日に F-35A は空対地射撃任務を遂行するためにチョンジュ基地を離陸し、射撃場へ侵入するために高度330メートル付近を飛行していたところ、左側の空気吸入口にハゲワシが衝突したと記されていたぜ。これが真実であれば、バードストライク発生時のウェポンベイには射撃用のミサイルが搭載されていたはずであり、そもそも飛び込んだハゲワシの死体がさらに後方のランディングギアに影響するとは考えにくく、ウェポンベイ内部のランディングギア作動油圧導管と電源供給部に配線されていたら主翼下のランディングギア格納扉も開かないはずであると見られているよ。さらに、ウェポンベイの内部が飛び込んだハゲワシの死体によって壊滅的に破壊されたのであれば、ウェポンベイの開閉もできなくなるため、緊急着陸の際にミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるのだが、それもまたありえない話なんだ。少なくともパイロットの命を尊重する軍隊においては、ウェポンベイのミサイルを廃棄できない状況であれば危険回避のために機体を海中に落として、パイロット自身は緊急脱出をするはずとの指摘もインターネット上で散見されたようだな。また、
仮にバードストライクによってランディングギア作動油圧導管と電源供給配線が損傷して作動不良を起こしたことが事実であったとして、それほどの衝撃を実際に操縦しているパイロットが感じないわけがなく、まずはそのことを報告するのが普通だと思うぜ。しかし、事故直後に韓国メディア各社が報じた韓国空軍の発表によると4日の午後12時51分頃、訓練飛行中の F-35A 戦闘機が航空電子系の異常により降着装置が作動しなくなり、チュンチョンナム都市の第20戦闘飛行団の滑走路に胴体着陸したとされているのみで、この時にはバードストライクが発生したとは一言も触れられていなかったぞ。おそらく韓国空軍からすると、整備不良やパイロットの操縦ミスでなければ自分の責任にせず F-35 の欠陥であると主張したいだろうから、仮にバードストライクがあったとするなら当然すぐに公表しているはずで、事故発生から2ヶ月も経ってから発表するのは非常に不自然であるとしか言いようがないんだ。しかも時速 900km の衝突でおそらく原型をとどめないほどの肉片になっていたと思われるハゲワシの体重を、どうやって推定できたのかといった疑問符がつくようなことも指摘されているみたい。韓国軍から発表された事故原因の摩訶不思議な点についてはともかくとして、事故機の修理に関してどの韓国メディアも触れていないことを指摘する書き込みも散見されたな。F-35 においては世界各国での導入が進んでおり多数の製造拠点が必要とされるため、本拠地のアメリカはテキサス州にあるロッキード・マーティン社のフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の名古屋近郊に最終組み立て検査施設 FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトが、設置されているのは周知の事実だよな。そして、最も機密性の高いステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなどの、ロッキード・マーティン社のみ触れることが許されている部分のメンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を実行できる、国際整備拠点 MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが、アメリカ本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。言うまでもなくアジアで運用される F-35 の整備拠点は、唯一日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なんだけど、韓国は日本を適正国家とでも見ているのか、自国の F-35 のメンテナンスなどを日本で整備することを拒否しているんだよね。そのため、韓国空軍が運用する F-35 の整備は、わざわざ距離の遠いオーストラリアで行うことになったそうだが、果たしてどれくらいの頻度で整備点検を実施しているのかは明らかにされているわけではないぜ。当時の事故機の修理を韓国空軍が行うのであればオーストラリアに依頼したんだろうけど、修理費用が1100億ウォン約116億円とロッキード・マーティン社から提示されて新規調達と、ほぼ変わらないため現実的ではなく退役させることを2023年末に決定し、韓国お得意の共食い整備用として部品取り専用機となってしまったんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。